にちは、レナです。今日はドライブを楽しみながら山梨に行ってきたいと思います。時間無制限なんだ。やった。本当だ。確かに。縦は絶対使えないね、これ。絶対。お手洗いがありませんので、こちらでお手洗いしていただきまして、バイクお願いします。おー、すごい匂い。そう、葉っぱの感じるか、そっちか、はい。かわいい。当たっちゃいそう。ジャンプしたら当たるよね。今日食べてもらうのは、はい、マスカットベリー。もう見てわかるように黒い、ちっこいの。はい、巨峰を小さくした感じだけ。種は入ってるから、種は飲み込んで飲み込んで持ちゃんじゃん。え、すごーい。いっぱいある。いっぱいあるね。すごい。うわ、すごい。これすごくない？やば。ちょっとこれ撮るね。てかレナがブドウに囲まれてる。おいしょー。危ない。撮れました。おっきい。おっきいね。で撮ります。え、大きい。取れる？うお、やった、すごいね。え、ミクの顔ぐらいあるよ。オッケー。今見たことない。重いね。重い、なんかね、めちゃくちゃかわいい。これは全部食べれるのでしょうか。おいしい？おいしい。さっきはこっち食べたから、ちょっとこの違いを知りたいね。手が紫だ。甘い。甘い。すごく甘い。ごちそうさまでした。ありがとうございました。めっちゃ1200円。安いね、うん。え、デラウェアってあるよ、ほら。あれじゃん。甲州。え、ちょっと飲みたくなるね。これが食べたやつ。あ、本当だ。やや甘口。へえー、美味しそう。ありがとうございました。わあ。やったね。やったね。輝いてる。お土産だ。
行きましょう。ありがとうございます。すごい大きい。意外とさ、あれだね、細麺なの、うん、細かい。わお、どう？なんかすごく可愛いんだけど、雰囲気が、可愛いじゃん。見て、なんか、いいね、これ。なんか。そう。あっちだよね。ぽいぽいぽい。
セルフやっぴ。すごい、なんか急にお土産屋さんがね、危ない、着いたー。ここがクリスタル3点まだ、うん、若干もう寒くなって、ワイン王国、誰だ、誰これ誰だ、こっち、ここです、千人茶屋着いたで、そう、これ食べる、水晶玉のペアでいい？いいよ、じゃあペア行こう、ペアにしよう、はい、あ、ありがとうございます、おいしい、おいしいお茶、あ、あったかい、ごちそうさまでした。それまず石を持ち上げて重さを覚えます、うん、次に石に両方ぐらい、あ、かわいいすごい軽い、じゃあかなっちゃうわ、やっぱね、3回鳴らす、うん、始まりです、よいしょ、わー、これが千ヶ滝、わーすごい、マイナスイオン感じる？感じる、水しぶきある、あ、ほんとだ、え、雨降ってんのかと思った、空気が美味しい、今日の締めはほったらかし温泉に、はい、来た、楽しみだね、
寒いね。出た。こっちの湯とあっちの湯、どっちにしますか。あ、こっちの湯はじっ、え、やってないんだ。あっちの湯だけか。あ、でもこっちの湯の約2倍って書いてある。温泉入り口、あ、こっから行くのか。もうここからはあれかな。これは牛乳ですな。うわ、見えない。真っ暗です。でもポカポカです。出てきた。あ、いいねいいね、綺麗なところで。では乾杯。乾杯。ということで、こんな風に終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。